週刊ダイヤモンド編集部の清水です。今日はリーフを試乗させていただきました。どうもありがとうございました。私結構車好きで、今もマニュアル車を乗っておるんですけれども、加速にかなりびっくりしまして、アクセル踏んだ時とハンドルを操作した時のダイレクト性っていうのに大変びっくりしまして、これは結構人気が出るんじゃないかなと個人的にも思いました。気づくと100キロぐらい出してて大変今日は楽しかったです。ありがとうございました。